本作品と同様のグイ画と考えられている、ヴィーナスとマルス、キューピッド、1570年頃、サバウダ美術館所蔵、X 線撮影、現在の展示と、額縁、キューピッドによって結ばれるマルスとヴィーナスは、イタリアルネサンスキの画家パオロベロネーゼが1570年頃に制作した絵画である、油彩。主題は、 ギリシア神話の女神アプロディテとアレスの結婚を描いた神話がないし戦争に対する愛の勝利を描いた偶意画である。ベロネーゼを代表するヴィーナスの絵画であり、1570年代に制作した絵画の中で最大の作品の一つである。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世位、スウェーデン女王、クリスティーナ、オルレアイコレクションを経て、現在は、 ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。ベロネーゼが本作品を制作した経緯は不明である。1621年までにルドルフ2世が所有したことが知られており、おそらくルドルフ2世か、あるいはその父マクシミリアン2世によって委託されたと考えられている。かつては、知恵と強さの偶意及び、美徳と悪徳の間の選択とともに、 ルドルフ2世のために制作された3点の神話が連作の一つと考えられていたが、現在では否定的である。ベロネーゼは庭園内で抱き合うビーナスとマルスを描いている。群馬から降りたマルスは兜を脱ぎ、黄金の鎧と青のマントを身にまとったまま、ビーナスのそばの大理石の台座に座っている。ビーナスは白いシュミーズを脱いで背後の壁にかけ、豊かな裸体をあらわにしているが、 マルスは自らのマントでビーナスの下半身を覆っている。ビーナスの左手はマルスの肩を抱き、右手は自らの胸を掴んでおり、胸からは母乳が流れている。背景にはサチュロスの人像中に支えられたエンタブラチュアの壁があり、画面右奥ではマルスの軍馬が繋がれている。画面下に描かれた二人のプットウのうち、 画面左下のプットーは恋人であるビーナスとマルスの足をリボンで結びつけている。これに対して画面右下のプットーはマルスの剣で群馬を制止している。画家の署名は大理石の台座にある。画家はマルスとビーナスの結婚に偶意的な意味を与えている。リボンで結ばれた二人の足はビーナスの情熱がマルスの武装を解いて家庭となじませることを表している。 ヴィーナスの胸から流れる母乳は、多産や養育の効果を表し、また娘、ハルモニアの誕生を暗示している。対して、馬は、動物的な情欲の象徴であり、プットーがマルスの剣で群馬を制止することは、情欲の抑制を表している。これらの図像によってベロネーゼは、愛と戦争の結合と調和、愛の文明化の具合としてマルスとヴィーナスを描き、 結婚と他産を称賛している。近年の X 線撮影による科学的調査は、ベロネーゼが制作の途中で多くの変更を加えたことを明らかにした。もともと、ヴィーナスの顔は右側を向いて、マルスを見下ろしていたが、左側に向きが変更されている。ヴィーナスの肩や首、右腕の位置が細かく調整され、左足がより適切な位置に移動されている。 マルスの右腕もより後ろの位置に再配置されている。画面左下のプットはすでに描かれていたドレーパリーの上に新たに描かれている。現在の額縁はおそらく1530年から1540年頃にベネツィアで製作されたもので、ポプラ材に彫刻で装飾されている。額縁のモールディングはフリーズの四隅に配置したアカンサスの葉の装飾の内側に 楕円形の花のメダリオンのレディーフ装飾が施されている。額縁の深い外形はおそらく建築用の天井モールディングとして生まれたことによる。側面には未完成の部分がある。本作品はルドルフ2世のコレクションに含まれていたベロネーゼの他の3点の神話が知恵と強さの偶意及び美徳と悪徳の間の選択、ヘルメスとヘルセ、アグラウロスと共に、 プラハの宮殿で飾られていた。絵画は、ルドルフ二世の死後の1621年のインベントリに記載されたが、1648年のプラハの戦いで略奪され、スウェーデンに渡った。その後は、女王、クリスティーナ、ローマのオデスカルキケ、オルレアイコレクションなどに所属し、1798年に、第三代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートン、第二代、 ゴア伯爵ジョージ・グランビル・レベソンゴア、第5代、カーライル伯爵フレデリック・ハワードからなる、コンソーシアムに売却された。翌年、絵画は、ノーホーク、ブートンの貴族ヘースティングス・エルウィンが購入し、1806年に、フィリップスで売却した。絵画は、初代ウィンボーン男爵、アイバー・ゲストによって購入される1866年まで、ロンドンにあり、 1903年5月23日にクリスティーズで6300ポンドで売りに出され、1909年にアッシャー・ベルトハイマーが購入した。ベルトハイマーは翌年、TJ ブレイク3を通じてメトロポリタン美術館に売却した。ありがとうございます。